はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットの続きをやっていきたいと思います。はい、型のフラメンコ、すでに、キャリアも後半に入ってまいりました。農園で収穫しまして、ジュース作ってペットにあげます。お知らせが届いています。知らせ？なんだろう。ところでバージョンアップしますね。さてと、まあ少しずつ進めていきたいと思います。ご存知ですか？はあ、今ですね、サイレンス鈴鹿ガチャというのをやっております。前回の最後だったかな、ガチャでワキアが、手に 入りましたよね。ワキアって言ったらサイレンス鈴鹿の母ですね。弟のラスカル鈴鹿も手に、入ってます。素晴らしいです。適正な馬体重です。適正な馬体重なんだ。確か、502がベストだったような。調子が落ちてる。レース展開に合わせて、柔軟に位置取りできる馬は、魅力的ですね。いい感じですね。いい感じですね。チーズで使うのはもったいないんで、買い場でパワーアップしていきます。ご存知ですか？いい感じですね。嬉しそうですね。さてレースなんですけど、さすがにすぐに出すのはちょっと早計だな。この G2 の府中牝馬ステークスっていうのが良さそうですね。武豊も空いてるんでチャンスではあります。G3 を今2勝までしてます。前走がすごい引き離す勝ち方だったんで、いよいよ本格化かなという気がしますね。ところで適正な馬体重です。いい感じですね。それだけにこの後がすごく期待できるんですけど、レース展開に合わせて柔軟に位置取りできる馬は魅力的ですね。いや、ここはハンロでスピード上げましょう。まずまずでしょうか。さあ、いよいよ今週はレースがあります。大人たちを取らせずに、まあひたすら販路でスピードアップ。大根か、これで多分ベスト体重じゃないかなと。502キロだったような、結構パラメーターっていうか調教で何をした方がいいのかなって、自分はスピードじゃないかなと思ってるんですけどね。一番人気です。はい、 1.6 倍を一番人気。実でこれはありがたいですね。もちろん武豊によるジョッキー効果もあるのかもしれないですけど、非常にいい流れではあります。
まあ問題はですね、特別の調教でですね、瞬発よく持って客室が今差しになっております。瞬発力がそんなにあるわけじゃないんで、ここからで動かないんじゃないかなというのが、なんか恐れてる流れですね。さてメンバー見てみますと、2番人気にリアデナロビアがいますね。これ27じゃないかな、っていうか7からだな。で、7だったら変身テンダーも結構穴人気集めてますね。ヤマニベルメイルが未勝利からこんなに上がってるんだ。ロフキンエールも面白そうですね。 G3 が2着とかあるんで、ヤマニスクルは G3 取ってますからね。この辺も強力。あとデアリングハートか、そんなにいいようには感じないんですけどね。むしろ衛進テンダーとか面白いかもしれないな。70、普通に頭まではしんどいけど、これ来たら大きいですね。レクレードールがなんでこんなに人気ないんだろう。この辺ですかね。なんとなくこの型のフラメンコは後方からで届かないような気がしちゃうんですよ。さ、まあ、とはいえ直線の長い東京ですから、じりじりと伸びてきてくれればいいなとは思います。さ、府中新馬ステークスの発走です。大一番へ向けて弾みをつけたい牝馬たちが集います。天敵性が短いだけに、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に今限定た来年のそうか、ヤマニンメルベイル、そしてもう一頭6番デアリングハート、ビクトリアマイルがあるか、9番コスモガーベル、ここが目標になるんじゃないかなと思います。もう一頭エイヒンテンダー、それから離されましてスプリングドリュー、黒い帽子にご注目ください、まあ、これが一番人気のマイル戦を中心に走るっていう流れになるんじゃないかなと。12番サンレイジャスパー、その後ろでやりましょうか。4番レクレドール、さあ第3コーナーに差し掛かります。外を通って11番ヤマニンシクル、内から1頭7番エアデラノビア、ギャー最高峰なんだ、流れるようにレースが展開されてから9番コスモマーベル、今回もみんな見るのかな、すごい競馬になっていよいよ直線、さあ先頭はヤマニンメルベイユが粘っている、さあ先頭はヤマニンメルベイユが、あんまり伸びてない、ムチが飛んだ、竹豊と旗のフラメンコ、あでもいい足です、足ですね。先頭勝浦とヤマニンメルベイユ、コスモマーベラスがかわした、コスモマーベラス、ディアラウィア来ました、外を通って旗のフラメンコか、これは半シーレースになりました。どうだ、勝ちましたね、ゴール板をほぼ同時に駆け抜けました、勝ちました、わずかに抑えましたね。すごいディアラオビア最高峰からですね。ですからね、直線の長さに、両方とも助けられたっていう感じでしょうか。はい、これで G2 ゲットです。ジャックポート瞬発力 A で結構ありますね。ただ、結構控える競馬でもいいのかもしれない。そうか、メダルを加工すれば経験値をもらえるんだ。関係ないのかな。 2.8 倍か生まれんは、そんなにお金を稼いだわけじゃないんだけど、今さて、いよいよ今が18分の週ですね。
ご存知ですか。さあこれで G1 狙いたい。まあマイル CS あたりがいいんだけど、あ、放牧ですね。こうしてあの走るのがいいかと思います。あ、考えてみれば除去してから放牧した方が良かったっけ。農園で収穫できます。収穫はした方がいいのか。1月の3週だから香港マイルかな、行かせてみても面白いかも。いよいよ G1 チャレンジですね。サイパート調教はちょっと、おっと、疲労回復をさせた方がいいって言われてます。6キロか、結構塗ってるな。一気に絞りにかからないと。レース展開に合わせて柔軟に位置取りできる馬は魅力的ですね。奥飛調教がある、これでまた先行に戻します。いい感じですね。出走は香港マイルがあります。まあ、ターコイズなんかもあるんですけど、もはやあの狙いは G1 もう取りに行かないと、残り43周ですからね。積極的にもう G1 戦える馬じゃないかなとは思うんです。今週はレースがあります。スタミナか、スタミナは欲しいけど、ショートコントを重ねて調子回復か、ファイバーでこれでベスト体重じゃないかな。さあ、いよいよ香港マイルの出走です。2番人気でしたか。さあ、1番人気はアルマダ、これが1番人気ですね。次はフローラルペガサス。アルマダが結構強いんじゃないかな。ちょっとジョイフルウィーナーは G1 取ってるもんな。あとダンスインザムード。なんでこんなに、評価があれなんだろう。ただ結構手広く買わないとこれ当たらないですよね。それでダンスインザムードだけ買っとこう。それで 3.5 から 5.1 か。さ、いよいよ香港マイルのスタートです。いや、緊張しますね。ここはシャティン、香港のシャティン競馬場。
芝 1600m、ちょっと雲は出てますけど一応晴れ、両馬場です。ドラゴン各国のベストマイラーが集う香港マイル、シャティンのマイルを制するのはドロンまでやりましょうか。ゲートが開いて飛び出した。12頭であります。スタートはまずまずですね。12番ゴーマンズクロッシングがちょっと立ち遅れ、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。さあ先行するのは何か。サーアーネストが先手を取ります。そして1番人気のアルマダうまくいっているんではないでしょうか。それから4番ダンスインザムード、その後ろでやりましょうか。7番カタノフラメンコ、それから10番フローラルペガサス、そのうち9番ラモンティ、それからもう1頭3番ナデューク、レブルレブル、その外8番ブリッシュラック、ちょっと離されましてラシアンパール、11番ジョイフルウィナー、外から1頭ちょっと早いかもしれません。先頭を行く2番サーアーネスト、3馬身リード、そして1番人気のアルマダ、なかなかいい感じ。アルマダが前にいますね。大舞台で力を見せつけることができるのか。赤のフラメンコは4番手といったあたり、さあちょっと伸びがないのかな。外から懸命にアルマダ、外からはアルマダ、先頭コージーとサーアーネスト、アルマダがかわした。先頭ホワイトとアルマダ、ゴーマンズクロッシングもちょっと伸びかけてる感じはする。見事答えました。アルマダの勝利でしたね。ダンスインザムードがこれ3着入ってんじゃないかな。次に備えましょう。あ、3着ですね。1着、6番、2着、8番、3着、4番、メダルは370枚ゲットしました。終えた馬が戻ってきました。はい、というわけで、今年はここまでかな。簡単にあの半路だけでも調教やっといて。元気ないですね。発泡酒っていうのがありますね。成長促進、疲労回復だって。これちょっと使ってみましょう。これで放牧ですね。はい、はあ、ご存知ですか。はい、というわけで初めてのだったかな、 G1 挑戦だったんですけど、結果は4着、ちょっと伸びきれなかった感じはありますね。もっとスピードとか上げていく必要があるのかなと思います。といっても、まあ、そんなに時間はないですけど、というわけでカタノフラメンコ最後の方になると思いますけど、最後に G1 一つでも取れればいいのかなと思います。はい、というわけでこの動画はここまでです。はい、いつもの通り Twitter、それからですねブログ、チャンネル登録など、していただければ嬉しいです。またですね、動画の最後に流します、関連動画、プレイリスト、はい、そちらの方にもアクセスしていただいて、動画、いろんな動画見ていただくと嬉しいなと思います。はい、ではですね、また次回よろしくお願いします。ゲーム動画で行こうでした。